おぜうかいが行われる長良川高が神社関市は、岐阜県の中濃地域にある市である。刃物の生産で知られ、世界三大刃物産地の一つとされる。岐阜県の中央部に位置し、岐阜市に隣接、名古屋市から約 40km の距離にある。2005年の合併により、美濃市を挟むように、V 字型の地域になった。なおその合併により、現在日本の人口重心地は、 石市内に位置している。総面積のうち旧石市域は約6割、旧無毛川町域は約3割が過重地だが、その他の地域の過重地面積の割合は1割にも満たない。市名は市内にあった農州石所に由来。合併前の旧石市域は農美平野の北端に位置し、岐阜市や各務原市といった周辺市町村との交流も深い。 一方で、旧伊取村は、福井県に隣接し、旧上野保村は、日田地方と隣接するなど、現在の地域は、びつな形状であり、かつ広大なものとなっている。1987年撮影の石紙、中心部周辺の空中写真。1987年撮影の4枚を、合成作成。国土交通省国土地理院地図。 空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。2020年6月から6月29日、関市役所の上野保事務所に爆発物を仕掛けた旨の郵便物を送付したとして、岐阜県警、捜査一課と関警察署が大田博勝市議を威力業務妨害容疑で逮捕。また、関市役所の本庁舎にも同様の郵便物を送付したとして、県警は大田を 追想検。7月13日、大田は議員辞職した。大田は2013年5月から2年連続で議長を務めていた。刃物の生産が盛んである。フェザーミュージアム関、シティターミナルを中心に各方面へ路線バスが走る。同ターミナルにはタクシー乗り場もある。過去の路線バスの道道の駅二千十四年九月現在、市内には 国の重要文化財が14件、国の登録有形文化財が2件、岐阜県指定重要文化財が16件。その他、無形文化財や天然記念物など数多く存在する。ありがとうございます。